皆さんこんにちは。私たちピックスミックスです。本日はコーヒー作りを体験したいと思います。もうめっちゃいい香りがしてるよ ね、匂いからさ、入った瞬間から、ね、そう、すっごいいい香り、はい。ということで角川クラフトの中野さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、角川クラフトの中野です。よろしくお願いします。今日はわざわざありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日は私たちがオリジナルのコーヒーを作れるということで、はい、来させていただいたんですけれども、コーヒーについていろいろ教えてください。もちろんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。豆の状態から飲めるコーヒーになるまでどうやって作られているんですか？はい、皆さんコーヒーって豆の状態では知ってると思うんですけど、はい、木なのか大根みたいに植わってるのか、どういう状態で生えてると思います？考えたことなかった。ないよね。その豆みたいなものだと思うんですけど。確かにでも形からしたら種っぽいよね。なんか確かに。そう、実はコーヒーはコーヒーの木があって、そこに赤や黄色の実がなってるんですよ。はい、で一つ一つはさくらんぼよりはずっとちっちゃいんですけど、まあ、どっくらいですかね、小指の爪のちょっと大きいぐらいの粒がある。それがわーっと枝になっていて、それを取ってくるんです。でもさくらんぼと同じで実ですから果肉があるんですよ。でも実はコーヒーの豆っていうのはめちゃくちゃまずいんです。その果肉がそう、めちゃくちゃまずい。とてもじゃないけど食べられないんです。まずくてまずくて。ところが焼いて焙煎するとめちゃめちゃ香ばしくて、今ここで嗅いでるようなとてもいい香りがするんですね。でそれを発見した人たちが、じゃあそれもっと粉にしてお湯をかけて汁を取り出したらめちゃくちゃ美味しいんじゃないかっていうのが今のコーヒー文化につながっているんです。すごい、よく思いつくね。はい、天才ですよね。天才です。多分偶然だと思います。実際にその果肉のあるコーヒー豆からどのような過程を踏んで、はい、飲めるコーヒーみたいな。これは農園によって、あるいは地域によっていろんな方法があるんですけど、簡単に言うと例えば水に浸してふやかして果肉の部分だけを取っちゃう、いろんなやり方があるんですけど、そういうやり方で果肉をまず取り出します。そうするとさくらんぼを想像していただければわかるんですけど、中の種がありますね。それを取り出して乾燥する。そうすると今皆さんの目の前に広がっているようなこういう緑色の焼く前の豆っていうのが取り出せます。でこれを、日本の商社とかが輸入をして我々のような焙煎所に運んでくる。その後焼いて皆さんの、家庭に届く、そういうことになっています。これは焼かれる前？これは焼く前。焼いたら私たちが知ってる茶色の豆。そうです。あ、なるほど、すごい。でこの状態でもあんまりいい匂いがしないです。実は焼く前のものっていうのは、食べられたものじゃないし、飲めるわけでもないし、とてもまずいです。でこれを初めて焙煎することによって香ばしくていい味が出てくる、そういうのがコーヒーの特徴ですね。で、やり方ですけど、今日体験していただくのはこういう形で生豆がまずここのお店に届いてます。そうすると実はその豆の中には良くないものが混じってます。これをここでは確認をして一つ一つ取り除くってことをやってます。そうすると当然ですけど、腐った豆どんなに焼いても腐ってますから味が良くないに決まってるじゃないですか。そういうのを取り除かなきゃいけないんですね。で我々これ今これ取り除いたものです。だいたいこれだけ2キロの豆を良くないものを取り除くとこんなに出てくるんですよ。びっくりですよね。で、よく見ていただくと分かるんですけど、欠けていたりとか色が悪かったりとか、あとはコーヒーの繊維の毛みたいなものが入って、これ毛、髪の毛じゃなくってコーヒーの繊維です。そういうものを全部取り除いて美味しく焼けるはずのものだけにしてから焼きます。これが我々の焙煎所のコーヒーが美味しいって言われる理由の一つですけど、一つ一つ手作業？そうです、一つ一つやります。選別どれぐらい時間かかるんですか？はい、慣れてくるととても早くなるんですけど、だいたい1キロぐらい選別するのに40分かかります。コーヒーの作り方少し分かってきたところで、はい、早速作ってみましょう。おー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、じゃあ今皆さんの前に生豆が並んでます。はい、これからどれか欠点豆を探していただきます。おー、で5つずつ皆さんの目の前にありますの、ね、で、はい、これ触っていいですのでよーく見て、これはお客様に出してはいけないなっていう豆はどれなのか当ててみてください。はい、柔らかさとかは関係ないですか？関係あるかもしれません。大きさは関係ある？大きさは関係あります。あります、はい、ってことはちっちゃいのがすごい怪しい。これなんかすごいすごいすごい、待ってやばいやばいやばい、うわ、それだ、焦げてる焦げてる、焦げてない焦げてない。あった？ね、これか。どれだと思う？これは？なんかぽいね。なんかでもなんかさ、縦線がさ、入ってるじゃん。これ怪しくない？それ言ったら。確かに。裏は？両方ともね、裏普通だよ。あ、ほんとだ。でもさ、大きさ関係あってるかもしれない。そうだよね。ちっちゃいのにしよう。これでいこう。じゃあこれでいこう。じゃあ皆さん決まりましたか？はい、はい、じゃあ一人ずつ発表していきましょう。どうぞ。私が思う欠点豆はこれです。なんかちょっとへこんでるのと、めっちゃひび入ってるんですよ。ほんとだかなって思いました。はい、こちら正解です。素晴らしい。コーヒー豆っていうのは、お米も思い出してもらったら分かるんですけど、はい、お米も外側があって中身内側があるじゃないですか。でコーヒー豆も同じで、やっぱり植物なんて外側があって内側があるんですよ。でこれは内側が取れちゃってますよね。なんかなくなってます。なくなっちゃってます。おそらく乾燥する工程でひびが入ってしまったので、ご指摘いただいたようにちょっと変なひびが入ってます、ね。でこういうのは中身がないので味がない。でこういうのがいっぱい入っちゃってると、同じコーヒーのグラム数なんだけど味がなんか足んないなっていう理由になってます、そういう意味では取り除いた方がいいです。はい、はい、正解です。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあどうぞ。はい、私が思う欠点豆は3番目の豆です。なんか大きさが小さいのと、ちょっとなんか乾燥してるっていうか、なんだろう、なんかちょっと他の豆とちょっと違うかなって思う。はい、これも正解です。おめでとうございます。ありがとうございます。これもコーヒー豆植物ですので、成長する過程でおそらくちょっといびつな形で成長しちゃったんですよね。でその時に乾燥した時にそのいびつな部分がおそらく取れちゃったんだと思います。それで他のものに比べて、うん、いや小さいです、うんうんうん、はい、それが欠点豆の理由です。どれでしょうか？はい、私は4番目のこれです。はい、なんか私もなんて言うんだろう、しょぼしょぼ、ごめんなさい、しょぼしょぼ落とした。なんかまあちっちゃいのと同じ感じかな。ちょっと腐っちゃってるみたいな。色が変わってます。色変わってます。はい、はい、それも正解です。ありがとうございます。2番目の豆は単純に形がちっちゃいだけなんですけど、3番目の豆は色が変わってます。おそらくですけど腐ってます。テレビ持って間違ってなくて勝手に最終的には焼いちゃいますので、多少1個か2個腐ってても、まあ味に関係があるのかないのかって言われると多分ないんですけど、さすがに腐ってってるのを分かったまま焼くっていうのは良くないですから、それも事前に取ってあげるということで、品質の高い豆を提供したいっていうのが門川クラフトの目的です。すごい。だって一個一個本当にこれ見分けるの見逃しそうじゃない？ね、ちっちゃいもんね、だって一つ一つ、はい、大変だこれは。すごい、ね、何が出てるんだっけ？欠点豆、欠点豆って可愛くない？これから自分の欠点のこと欠点豆って言うなんでやね。私の欠点豆は声がでかいところですみたいな。難しいね。ね、これはどうなの？あ、それ欠点です。あ、欠点です。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 で今温度下げてる。はい。欠点豆です。私は勝手に欠点豆にしてるけど。確かにそれ大丈夫です。大丈夫か。そう、はい、大丈夫です。商品一個やばいこと。やばい。ね、それは大丈夫。何豆？これ？これはちっちゃい豆。
それ何豆？これちっちゃい豆。皆さん作業お疲れ様でした。ありがとうございます。決定豆見つかりましたか？はい、見つかりました、はい、たくさん見つかってますね。はい、すごいです。最初の作業でこんなにたくさん見つかるのすごいと思います。あ、本当ですか？やった、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、今から焙煎をします、はい、で、焙煎っていうのは何かっていうと、これ豆ですので、はい、焼くと豆の中の成分がちょっと変わっていきます、うん、で、変わると何が起こるかっていうと、例えばお肉を想像してください。赤いお肉が茶色になるじゃないですか、はいはい、そうすると美味しくなりますよね。あれとほとんど同じことがこの豆の中でも起こります。へー、熱を加えることによって美味しい成分が変わるんですね、はい、そのために焙煎をします。はい、その時に余計な味が混ざっちゃったりとか、味がしないものが混ざっちゃったりするよりはこうやって選別した方が美味しくなるよね、そういう、念を込めて皆さん選別されたと思いますので、はい、早速焙煎しましょう。はい、はい、竹内さんの前にあるこれ、これが焙煎機です。で、これは最大3キロまで焼けます。で、今は 1.25キロ、これから焼いていただきます。で、上にあるところから豆を入れると中でくるくる回りながら豆が焼かれていきます、はい、じゃあ上からザーッと入れてください。はい、頑張れー、頑張れ、上手、はい、ありがとうございます。上手です。やったー。で、ここからガスで中にある豆を焼いていきます。だいたい10分ぐらいかかります。茶色になってきます、はい、だから食べ物で茶色になってるのを見たら焦げてるんじゃなくて中でタンパク質の性質が変わったんだなっていうふうに思ってください。なるほど、はい、焦げてるんだと思ってたステーキですよね、はい、ところがステーキと同じように焦げちゃって黒くなるものもあります。熱が加わってなくって茶色になりきれてない豆も実は混ざってます。なのでそれを取り除いて美味しく焼けた豆だけを選ぶ工程がこの後にあります。じゃあ
第二の決定マンみたいな。第二の決定マン。2回戦で焙煎所でしかできない、絶対にお客さんができないことが一つだけあります。実はこの豆食べられます。え、このままこの状態で食べられます。じゃあ一人一つずつ取って、はい、一旦手の上に置いてみてください。これ焼けてる？焦げてる？大丈夫です。おせんべいみたいにガリガリガリってやってみてください。食べきりですか？食べきりです。せーの、いただきます。いただきます。うん、うん、あ、え、美味しい。これ、意外に美味しくない？意外。え、美味しい。思ってたよりも苦くなくて、香ばしさがめちゃくちゃあって、そう、美味しい。お肉と同じで、焼くことによって美味しくなる。うん、めちゃくちゃ美味しい。で、この焼きたてのコーヒー豆が食べられるのは大変だったっけ。うわ、特権だ。コーヒーの香りをそのまま食べたみたいな。しかも今こう口の中で広がった味っていうのは、上手にコーヒーを入れた時の味とほとんど変わらない。あ、そう、そういう、じゃあコーヒー飲んだみたいな感じですか？こういう、そういう味がします。美味しい。あ、実践、なんか黒く見えたり、わかんない。はい、じゃあ皆さん、はい、目の前にある焙煎豆、良くないなと思うものを選びましたよね。はい。じゃあ一人ずつ発表していきましょう。はい、お願いします。私の決定豆ちゃんはこちらです。中身がちょっとなくなっちゃってるんですね。なんか貝殻ってやつですね。そうです。そうです。焙煎所になってきました。はい、もう、はい、っちゃってて、めっちゃなんか、はい、持ったら軽いです。はい、良くないですね。で、はい、さっき生豆の状態で選別したじゃないですか。はい、なんで焼くとまた決定豆ができちゃうのかっていうと、はい、豆自体が弱かった時に熱が加えられて中が取れちゃったりとか、ぐるぐる回されているうちに周りの豆とぶつかって壊れちゃったりとか。じゃあこの子たち頑張って生き抜いた子たちですね。疲れ豆、惑星みたいな。こうやってまた焼いた後も決定豆ができてる。なるほど。特に溶けちゃったものが苦味の原因になるので、そういうのを見つけるといいですね。はい、はい、じゃあお願いします。はい、私の決定豆は欠けちゃったやつです。はい、これも先ほど選んでいただいたので、はい、本当は割れた豆なかったはずなんですけど、はいはい、焼いたことによって多分周りの豆とぶつかって弱かった豆がこういう風にまた決定豆になって出てきちゃうということだと思います。じゃあお願いします。はい、こちら色が濃い、はい、他のものよりちょっとだけ、はいはい、それおそらく焦げたんですね。あ、そうなんですね。はい、で焦げっていうのは一番苦味の原因になるので、それをもうもちろん取った方がいいです。で、はい、先ほど豆をかじっていただいた時に、はい、苦味とか酸味って感じましたよね。苦かったですね。でビールとかコーヒーとか、うん、おじさんの飲み物って言われてるものって大体苦い。でなぜか分かりますか？渋い。なぜか苦味をあんまり感じなくなる。当たりです。すごっ。なんと、かっこいいんじゃないか。年を見張ってる。そう、年を取ってくると大体の40代ぐらいの苦味をだんだん感じたくなる。はい、苦かってまずいなと思ってたものが苦くなくなるんです。そうすると苦味に隠れていた旨味とか甘味っていうのを感じられるようになって、コーヒーやビールが美味しくなっちゃう。その代わり若いうちはコーヒーに牛乳を入れたり砂糖を入れたりすると、おじさんが感じている苦味がないコーヒーの世界っていうのが口の中で再現できる。牛乳入りのコーヒーとかって多分飲まれます。はい、それはおじさんの世界に疑似的に体験してくれる。やった。疑似的に飲めるんだ、コーヒーを。かっこいいね。美味しいよね。だって自分でね、そうなれるってすごいね。甘みを入れる方も、これも酸味があるのを隠すために
砂糖を入れる。そうするとやっぱり酸味っていうのも年を取ってくるとだんだん感じなくなっていくので、これもやっぱりあのおじさんおばさんの世界の疑似的、砂糖を入れると体験が、砂糖を入れなくてもこんな美味しく飲んでるんだっていうのが分かる。今は分からない方がいいですよじゃあこの後は実際に今度粉にしたりしてコーヒーを飲む方にだんだん近づいていく。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。そうだ、君たちが強くなって立ってくれたね。いってらっしゃい。はい、絶対後悔しない。センサーがあるんですけど、ここにかざすと出てくる。すごい。なにこれ、楽しい。すごい。出てくるんだ。はい、この状態で。すごい。素晴らしい。一瞬。すごい。え、これめっちゃ楽しい。ハマりやと思う。え、楽しそう。めちゃめちゃ楽しい。いきまーす。コーヒーが完成しました。豆からこの子たちを知ってると思ったらすごい愛着が。確かにそうだね、うん、ちょっと私たちがね、あの育てたコーヒー飲んでみてもらってもいいですか。はい、いただきます。お願いします。皆さんが生豆の状態から選びに選んで出てきたコーヒー、はい、じゃあいただきます。はいはい、うん、美味しいです。しっかりした苦味の中にきちんとした甘みとかコクが出てきて、とても美味しいコーヒーに仕上がっていると思います。やったー、ありがとうございます。じゃあ皆さん飲んでみて。はい、はい、せーの、いただきます。あ、苦い大人の味がしますね。素晴らしいです。まだまだ君も子供だなって言われてる気がする。まだまだ君も子供だなって言われてる。すごい、でも香りがすっごいさ、すごい大人の香りがどうした。香りが何、ちょっと香ばしいというか、すごいね、コクがあるというか。同じ香りだ。印象で盗まれちゃった。あ、でもすごい、うん、苦いね、でもまだ、うん、苦いね。せーの、ごちそうさまでした。ありがとうございました。今日はコーヒー実際に作ってみていかがでしたか。私の知ってるコーヒーはなんかもうパックになって売ってるやつをお湯に入れてなんか飲める状態になってるみたいなイメージだったので、あのサイズのコーヒーを作るときにこのサイズの機械を使うのは結構びっくりでした。確かに緑色の生豆初めて見ましたよ、多分ね。あの茶色い状態で出てくるのと思ってますけど、全然違う形でした。どうでしょう。私もブラックコーヒーを飲んだことなかったので、今日初めて飲んでみて、あ、こんな感じなんだと思ったし、あのコーヒー豆を食べる機会も多分もうないと思うので、めちゃくちゃ貴重な体験ができたなと思って楽しかったです。はい、どうでしたか。そうですね、私もコーヒーっていうのほとんどやっぱり普通に生活してる上だったら触れないので、うん、こういう機会いただけてすごく楽しかったです。あとなんか選別とかいろいろ時間をかけていつものみんなが飲んでるコーヒーが完成してるんだなって思って、なんかすごい、ね、貴重だよね。貴重だよね。そうそうそう、確かにだなって、はい、貴重な経験をありがとうございました、はい、ありがとうございました。良かったです。今ここにあるこちらのドリップバッグ、ここが私たちのパッケージになったオリジナル限定商品が今後販売されます。ありがとうございます。めっちゃこれが自分の気になるとすごくない？え、すごいなんか大人って感じだよね。そう、おしゃれだよね。本当におしゃれ。しかも今日こうやって
コーヒーの作り方をいろいろ一から間近で見たり体験させていただいたりしたので、すごい愛情のあるコーヒーだなって思うと、そう、すごい形になるのが楽しみです。改めて本日は中野さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。どういたしまして。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。